よね。うわー、最後のちょっとちょっとすごい、すごい、すげー、羽ばたいてる、羽ばたいてる、すごい、でっかい、でっかい蝶がいるわ。なんだ、全然でっかい蝶いるね。でっかい蝶がいる、でっかい蝶が、でっかい蝶だ。もうみんなもたくさん食いますからね。でっけー蝶だ。変わるよ、変わるよ、形変わるよ。すごいね、次は。すごいわ。変態してる。300機が。蝶が何になるのか。形を変えて。よく見つかんないね、これ。一番初め分かった人勝ちだ。これサソリ？これ分かるか。すぐ分かる。めっちゃ分かるね。めっちゃ分かる。足だけで分かる。足動くとかそういうのもできるんだね。すごいな。細かいってなるの。おお。なんか全員言うとき出てるね。綺麗だな。めちゃめちゃいいじゃん。岡崎城持ってる。めちゃめちゃいいじゃん。毎日やった方がいいよ、これ。毎日やったらずっと流してた方がいい。マジで毎日6時50分ね。やった方がいい。うわ、レインボーに勝って。ちょっとたくさん見たいな。フォーメーションチェンジ。なになに、次はなんだ、次はなんだ、これ。さあ、何になる、トースターのマークだね。でかいな、でかいね。フォーメーションが広がってんねん。はい、はい、なるほど、花火大会だ。花火大会来た。4月の花火大会だ。もう花火大会ドローンで行うという新しいよ、これ。あと音上げつければね、楽しめますからね、これ。時代だな。いや、綺麗よ。こんなに綺麗なんだ。OK。一台ぐるぐる回ってるな、本当だ、あっちの方でね。なんだよ、あれ。うわー、ずっと回ってる。あ、もっともっともっと。居場所見つけたっぽいわ。すごい、すごい。うわー。あー、来た。応援駆けつけてほしいな、今から。確かに。あ、来た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 。おー、来た。何？何？すごいな。なんか、飛んでるだけで綺麗だな、ほんとに。ねえ。でも、ずっと飛んでてほしい。なんかでも、不思議だね、ふわーってしてて。そう、なんか。360度の感じが不思議なんだ。重力に縛られてない感じがする。一台、一台、一台、相談してくれ。一台、相談してくれ。すごい、こっからガーン。わー、すごい、超幻想的。素晴らしい。これ生で見れた人たちも結構貴重なんだよね。ね、そうだね。すごいね、すごいね、あんなに表現できる。全然もう超すごい、感動する。生で見るとまた違うね、これは。そうね、思ったよりマジでめちゃめちゃ、そうそうそう、はっきり分かってさ、もうあれですね、夜空の星座たちはあれを見習ってほしいですね。あのくらい分かりやすくやってほしいですね。星座分かりにくいもんな。というわけで、芝居さん最後に一言お願いします。ドローン最高。そんなあったあったんだ。ドローン最高、本当にめちゃくちゃ最高でした。よかったね。最高ではあった。最高だ、嘘ではないわ。